HID ランプは、金属原子高圧蒸気中のアーク放電による、光源である。高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプの総称であり、高輝度放電ランプとも言う。電極間の放電を利用しているためフィラメントがなく、白熱電球と比べて、超寿命、高効率である。メタルハライドランプは、テレビや映画などの演出照明分野でも、 その高輝度、高効率、太陽光と色温度が近いなどの特徴を生かし、ロケーション照明の主力となっている。1990年代より、シールドビームやハロゲンランプに代わって、自動車や鉄道車両などの全商灯に用いられるようになってきていたが、製品に水銀を含むことなどから2010年代以降は、LED にとって変わられつつある。水銀ランプは、 硬質ガラス製の外観の中に石英ガラス製の発光感があり、その発光感を物理的に支えながら電気を供給する金属部材が収容されている。発光感の両端に電極が装着され、その両極間で発生する放電作用により内部に封入された水銀とアルゴンガスの水銀原子が発光する。外観内には 窒素ガスが封入されており、高温による金属部材の酸化を防ぐ。水銀の他にナトリウムやスカンジウムなどの金属ハロゲン化物を発光物質として封入したものをメタルハライドランプといい、発光間に高温ナトリウム蒸気に耐える透光性アルミナセラミックスを使用し、ナトリウムを封入したものを高圧ナトリウムランプという。発光原理は、 電極から放出される電子が対極へ引かれる途中、水銀原子が光を放出する。基本原理は、蛍光ランプと同じである。低圧放電の蛍光ランプは、紫外線が多いのに比べて、HID ランプは点灯中の水銀原子の密度と温度が圧倒的に高く、可視スペクトルを多く放射する。ただし、発光感が高温になる必要があるため、 スイッチを入れてから安定して発光するまで4から8分かかる。HID ランプを点灯させるためにはフィラメントを内蔵した水銀ランプ以外は蛍光ランプと同様安定器が必要である。ランプ電流の制限、安定した点灯のためにランプの種類や電源電圧、使用目的などに応じて種々の安定器がある。 自動車のディスチャージヘッドランプ2009年式リンカーン MKS 自動車やオートバイの高性能な全商灯として用いられディスチャージヘッドランプと呼ばれることもあるハロゲンランプのフィラメントに比べ HID ランプのアークは天候源に近いため排光制御が容易で指向性の高い照明が可能で遠くまで照らすこともできるただしハロゲンランプよりも排光が不安定で 廃光範囲に明るいところと暗いところのいわゆるムラが生じるときがある。特に後付けの HID ランプは純正のライトリフレクターがハロゲンランプに適合した反射となるよう設計されているため発生しやすい。点灯後明るくなるまでに時間がかかるためハロゲンランプのようにハイビームロービームを切り替えて使うことはできない。そのためロービームのみを HID とし、 ハイビームは、ハロゲンとするか、あるいは常時点灯とし、反射板の方向を機械的に切り替えてハイ、ロー切り替えとする場合が多い。趣味性の高いオーナーの車両では、ファッションの一環として、色温度の高い青みを帯びた光とすることがあるが、色温度が4000ケルビン以上の光になると雨、雪、霧などの悪天候時の視認性が低下する。また、 体感できる光量も減じたように感じる。車検での色温度の上限は検査官の認識によるところもあるが、一般的に6000ケルビンであるとされている。いずれの HID ランプも内部に水銀等の有害物質を含んでいるため、点灯中に破損した場合、水銀等の有害物質が拡散する可能性がある。排気時にはそれらの有害物質により環境汚染の 原因ともなり、また使用されている、希少金属類の再資源化のため、適切に回収される必要がある。ありがとうございます。